森茂大正9年10月31日は、日本の政治家、弁護士、号は水蘭。安政2年6月6日、紀州藩士、森楠木太氏の長男として、紀の国なぐ郡軍和歌山城下で生まれる。藩校の学習館で修学後、倉大佐に指示して、陽明学を岩崎伊佐子山に指示して、監視を学んだ。 明治10年に代言人となって和歌山市、館町に法律事務所を設立したが、当時の代言人は社会的地位が決して高くなく、氏族の代言人は不名誉だとされていた時代であった。明治22年4月1日の和歌山区の市政志行による初めての市議選挙に当選して市会議員となり、同年5月1日の第1回市会で、 初代和歌山市会議長に選出された。市会議員は6回連続の当選を、果たして対象2年4月までの24年間、市会議長は明治42年2月までの20年間、務めて名議長と評された。市会議員在任中、明治27年10月には、和歌山県会議員に和歌山市選挙区から補欠で選出され、翌明治28年10月まで在任して辞職。 明治32年9月にも県会議員に当選したが、同年10月にわずか1ヶ月で再び辞職した。明治35年の第7回衆議院議員総選挙に和歌山市区から初出馬し、同じく立憲政友会所属の坂本八一郎との選挙戦の末、わずか21票差で惜敗したが、翌明治36年の 第8回衆院選では坂本298票差をつけて初当選、前回の雪辱を果たし、国政では立憲政友会所属の衆議院議員として活躍した。明治37年の第9回衆院選にも再選したが、明治41年の第10回衆院選には出馬せず、国政から引退した。 和歌山県組合大原人会長、和歌山県弁護士会会長、破産管財人、和歌山県実業会会長、和歌山県茶業会監督など数多くの公職を歴任し、公共のために尽力した。大正9年10月31日、死去。65歳没。ありがとうございます。